大阪外環状線は大阪府が計画、事業化した都市計画道路、広域幹線道路のうちの一つで、現在は国道170号のバイパス道路及び国道171号の一部区間として強用されている環状道路である。略称は外環。大阪府内の外各部を通り大阪郊外の主要都市を結ぶ骨格的な環状道路軸である。 国道171号と国道170号をまたいではいるものの、現実として両者の関連性は大きいとは言えない。また、1980年代以降は国道171号は外観と称することが少なくなっている。なお、国道170号バイパスに並行する旧道を一般に旧外観、旧外などと称することがあるが、外観は あくまでバイパス道路につけられた名称であるという観点からは必ずしも正しいとは言えない。日本の高度経済成長の最中の1965年、大阪府北部の千里丘陵場において大阪万博が1970年に開催されることが決定した。それに伴い、開催地までの交通アクセスの整備が求められるようになり、 各方面の都市計画道路が早急に計画され、事業化された。大阪府の外各部を通る道路の整備も急がれ、特に、兵庫県内大阪府北部藤井寺市、沢田の区間は、早急に事業化され、万博が開幕された1970年3月14日までに供用が開始された。また、羽曳野の市北では、 淀川を水源とする笛水道の感染送水管を大阪外環状線の地下に付設し、村の浄水場から大阪府東南部へ水道水を供給することとした。河内長野市伊勢の区間について計画決定自体は比較的早かったものの、その後事業化がされないまま1982年にルートの見直しを含む計画の変更を行っている。 1984年、関西国際空港が先週沖の大阪湾を埋め立てて建設されることが決定したため、南河内地,地域と先週地域、関西空港を結ぶ幹線道路として事業化され、1994年にようやく全線が強用された。用地取得の最も遅い区間で1992年に取得しており、 計画決定から全通するまでに時間がかかっている。ほぼ全線4車線で計画されたものの、2008年、現在、河内長野市町、山田町泉市南面里町、泉市ふつなみ町岸和田市、内畑町及び熊取町から泉佐野市の末端にかけての区間は、暫定に車線での共用となっている。ごく一部の区間を除き拡張用地は、確保済みであり、 4車線化が進行中であるが、一部区間は4、車線化の見通しさえ立っていない。国道1号分岐部北側の一部区間も2車線となっている。国道170号、国道171号にも記載されているが、特に河内長野市北の区間については、すでに交通容量が、飽和状態にあり、慢性的な混雑と渋滞を引き起こしている。 そのような状況を打破すべく、都市計画道路13高月線及び都市計画道路大阪内陸都市環状線が事業中及び計画調査中である。ただし、前者は国道からは距離がかなり離れているため抜本的な解決となるかは不明。後者は一部区間が仙北1号線として共用されているものの、残りの区間は事業化される見通しも立っていない。 大阪外環状線自体は一つの事業として、計画、建設されたわけではなく、いくつかの事業計画に基づいて建設され、途中の事業計画見直し等により、最終的に都市計画道路大阪外環状線となった。ありがとうございます。